皆さんこんにちは、渡りくるいちです。では今回は、新規連打4ベリーハードチャレンジ、レーベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。このレーベル将軍編にですね、ご覧いただく神湯や、そして柔道、これをそれぞれゼータガンダム、ダブルゼータガンダムに乗せて歴史介入させています。その他、ハサウェイ、こと、マフティ、さらに、ユニコーンからはバナージを参戦させて、アムロと合わせて、ガンダム、歴代エースパイロットオールスターというようなね、コンセプトでプレノを進めています。前回は最初の攻略作戦として北京の攻略を行いました。無事に攻略できましたね。ゼータとダブルゼータ投入して、ギリギリの戦いになるというのが、やっぱりベリーハードならではなのかなと思います。今回ですが、まずは特別作戦いくつか発動しておきます。まずはハワイの攻略作戦。これは北京攻略完了してから発動できる作戦になります。これより我が軍はハワイ攻略作戦を開始する。目標は太平洋中央部ハワイ諸島だ。諸君らの健闘に期待する。はい。ハワイに関しては、ゼータとダブルゼータ。これは、飛行形態に変形して突入していきます。その他は捕獲したザクマリン。これをいくつか投入。さらに、水戦艦部隊も投入します。もう一つ特別作戦ありますので、これも発動していきましょう。RX シリーズ回収計画です。はい。RX シリーズ回収計画を開始します。ホワイトベース艦長、パオロ・カシアスに。直ちにサイド7に向かうよう通達します。はい。ここからアニメ版、機動戦士ガンダムのね、スタートが始まる、そういうところですかね。では、時間を進めていきます。北京まで、北京からハワイまで部隊を移動させていきましょう。陸戦用ガンダム、開発完了してます。これで陸上でね、地球上で戦うときに多少戦線を有利に形成できるかなというふうに思っています。あとは陸戦用ジム、これの量産化も可能なようなので早速始めておきましょう。ルナ2より緊急連絡です。 V 作戦の研究を行っていたサイド7がジオン軍の襲撃を受けました。被害状況は深刻です。サイド内に侵入した3機のザクにより研究施設は大破。ホワイトベースの乗員にも多数の死者が出ました。侵入したザクのうち2機は我が軍のモビルスーツガンダムの働きにより撃破され、またホワイトベースも残された試作モビルスーツを積み込み脱出に成功しました。その後2度の戦闘をくぐり抜け、ルナ2へ逃げ込んできました。信じられないことですが、ホワイトベース、ガンダムともに正規の乗員ではなく民間人によって運用されており、しかもこの間ザク4機を倒したガンダムのパイロットはまだ15歳の少年だったとのことです。素人集団が赤い彗星と互角に、ガンダムの性能が予想以上に優れていたということか。いや、それ以外の何かがあるのかもしれんな。ところで、今後のホワイトベースと乗組員の処遇はどうなされるのでしょうか。選出されたパウロ艦長も最後まで気にしておりました。ルナ2には V 作戦を守るだけの戦力はありません。彼らには自力でジャブローに向かってもらおうと思うんですが。はい。ホワイトベース隊がですね、ルナ2に逃げ込んできた、ワッケイのところに逃げ込んできたという内容です。で、これですね、自力で、ホワイトベース、ブライトたちにはジャブローに向かってもらうイエスを押すと、アニメの内容に近いストーリーが進みます。で、ノーにすると解散という形になるんですけども、これ、アニメ通りに進んでもらうとですね、ランバラルや3連星といった強力な敵のキャラクターやユニットたちをイベントで撃破してくれるので、すごく攻略上助かる内容になります。なので、イエスを選択しておきたいと思います。将軍、彼らをお願いします。我々にできることといえば、彼らの幸運を祈ることだけです。ジオンとの戦いがまだまだ困難を極めるという時、我々は素人まで動員していく。寒い時代とは思いませんか。続いて、いわゆるジムですね。宇宙でも戦えるジム。これの開発提案来てますので、これでようやく、先生にモビルスーツを宇宙、地球問わず投入できるようになりそうですね。早速このジムは量産体制に入りたいと思います。あとビッグトレイですね。今、主力部隊はハワイ攻略に向けて進撃中ですので、このままハワイに向けて進撃を行いましょう。ジャブロー、ルナ2、他すべての拠点で敵の襲撃を受けているという厳しい状態ではありますので、物量に任せた防衛戦を展開してですね、一刻も早くハワイの攻略、これを行っていきたいと思います。では、北京に対して、カミユをまず突入させていきます。ジュドーも突入です。その他、捕獲したザク部隊ですね。これも突入させていっちゃいましょう。ここは、マフティ・バナージ。この辺りを、プロトタイプガンダムや、陸戦ガンダムに乗せて、インドマドラス基地の防衛に当たらせています。どれくらい機能するかわからないんですけども、まだね、マフティにしろ、バーナージにしろ、そこまでの高性能機、与えることができない中ですね、攻略戦に参加させるよりもマドラス基地の防衛に当たってもらって、ここで経験値をね、たっぷり稼いでもらおうと。そういう作戦ですね。で、この後ですね、高性能機入ってきたら、バナージも、ハサウェイことマフティも、より高性能な機体へと乗り換えてもらおうと。そういう思いです。プロトタイプガンダムに乗ったハサウェイ、マフティは、それなりに戦えると思うんですけども、陸戦ガンダムに乗っているバナージはね、ちょっと撃破されてしまう可能性もあると思いますので、ダメージコントロールという意味で、食らったらですね、しっかり拠点で回復させるっていうような、そういう運用を考えておきたいと思っています。ここは敵のギャロップですが、前衛の陸戦ガンダムがギリギリでしたね。ここパイロットなしなので、一番ダメージを受けやすい場所だったわけなんですけども、ギリギリ持ちこたえてはくれましたね。陸戦ガンダムもね、それなりにコストも資源もかかりますので、しっかり回復させて戦線に復帰させたいと思います。では、ハワイの攻略戦です。敵の部隊数は15。今回侵入できているのは、ゼータとダブルゼータ、それぞれカミユとジュドぐらいしかいないので、もう思い切ってですね、ドドンと前に進んでいっちゃいましょう。で、とにかく、敵の基地中心部を狙う。そういう戦い方をしていきます。敵の基地中心部には、デザートザクが3かな。それにマズラトップが1なので、このまま強襲する、吸収する。そういう形でね、ここ、取ってしまいたいというふうに考えています。では、連携して、戦闘モードへ移行していきましょう。索敵もしちゃいましょう。ちょっともったいないかなという感はありますが。で、G フォートレスはね、この形態でも攻撃が当てられますので、当てていきます。補給戦は念のために確保しながら進んでいくという戦い方ですね。ここには、マトアングラーらしき機影がありますね。ジャミとフド、潜水艦だったら、一旦で落とされることはないかなと思いますので、このまま前に進んじゃいます。ここは、ゼータの神。3機全部撃破してほしいですね。マセラトップを撃破して残りますね。格闘は敵1機だけなので、まあ、残念ながらモビルスーツ1機残しですね。索敵が最後まで入らなかったのが、まあちょっと良くなかったかなというところでしょうか。ここはダブルゼータです。きっちり撃破してくれています。本来だったらね、今のでゼータ、カミユが3機全部撃破してくれると、このターンでの制圧完了ということができたので、まあちょっと残念でしたね。まあ、今回このハワイ基地の攻略を行ってますけども、まあ実はこのハワイからはですね、ジオン軍がオーストラリアトリントン基地に大部隊を送っているその隙をついた形なので、まあだいぶ楽に敵のユニット数少ない中で攻略戦進められています。まあその分、オーストラリアトリントン基地、ここが今強襲を受けている形。まあハワイでね、我々が強襲吸収しているのと逆のパターンで攻撃を受けているという状態にはなってますので、まあしっかりトリントン基地守ってですね、このハワイの攻略、今完了しましたので、次の北米大陸攻略へと向かっていきたいと思います。報告します。サイドセブンの研究施設から回収した V 作戦の研究データがルナ2より届きました。V 作戦の研究結果をフィードバックすることで、我が軍の軍事技術が向上します。はい、ホワイトベース隊がジャブローで、ね、無事帰還できたということで、新しい開発プラン来ているようです。確認していきます。まあ、いわゆるガンダムですね。プロトタイプガンダムはすでに配備済みですが、ここで、まあ、いわゆる RX78 ガンダム。これが開発できるようになります。これバナージなり、マフティー、ハサウェイなりに乗ってもらいたいですよね。こちらはホワイトベースです。というところでですね、まあ、ゼータとダブルゼータに頼ったベリーハードチャレンジになってますけども、ご覧のようにハワイの攻略完了しています。この後は、まずはですね、キャリフォルニア、そしてニューヨークと2つの北米の拠点の攻略を行っていきたいと思いますので、しっかり準備をして攻略作戦発動していきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。